く捕まえましたよ。どこをほっつき歩いてたんですか。ユリ・ローウェル。ソディア。で、フレンがどうしたってんだよ。あ、はい。あの怪物が空を覆ってから大勢この大陸から避難しているんです。でもギルドの船団で帝国の護衛を拒否するのがいて、隊長はそれを放っておけなくて、魔物に襲われた船団はヒピオニアに漂着。僕たちは戦ったけど、だんだん追い詰められて、私たちだけが救援を求めるため脱出させられた。でも騎士団は各地に散っていて、もう皆さんにお願いするしか方法はないんです。しかし時が経ち過ぎた。隊長はもう。相変わらずつまんねえことしか言えないやつだな。何？諦めちまったのか。お前何のために今までやってきたんだよ。私はあの方、フレン隊長のために。あの時だってメソメソしててめえの覚悟を忘れて諦めちまうやつにフレンのためとか言わせねえ。覚悟。リンゴ頭、ヒピオニアだったな。ええ、そういうわけだ。ちょっと行ってくるわ。みんなはタルカロンに行く準備を。え？私たちも行きますよ。そうだよ、悪い癖だよユリ。そう言うけどな、割とヤバそうな感じだぜ。ならなおさらあなた一人で行かせるわけにいかないわね。それにバウルが言うこと聞かないと思うけど。一人はギルドのために、ギルドは一人のためになんでしょう。時間ないならちゃっちゃっと言って片付けようじゃないの。うちは噛みついたウツボ以上の勢いで死ぬまでユーリについて回るぞ。ったく付き合いいいな。じゃあ行くか。おう、ブレイブベスペリア出撃。頼みましたよ。じゃあソディア、僕たちは引き続き救援部隊の再編を。ああ、ユリ・ローウェル。なぜだ？どうしてあの時のことを咎めない？私はお前を。水に流したつもりはねえ。けどな、俺は諦めちまった奴に構ってるほど暇じゃねえんだよ。諦めてなど。ならなんで一人ででもフレンを助けに行かない？俺を消してでも守りたかったあいつの存在をどうして守りに行かねえ。私ではあの人を守れない。頼む、彼を助けて。お願い。言われるまでもね。お
お願い。ああ、あんたの言うことで一つだけ同意できることがあるぜ。俺は罪人、いつ切られてもおかしくない。そしてフレンは騎士の鏡、今後の帝国騎士を導いていく男。俺はさしずめ、あいつにふさわしい奴が現れるまでの、まあ、代役ってやつさ。ユリ。フレンって、なんかいつも危険な目に遭ってる気がするね。彼はいつもそうです。人々を守るために、自分が傷つくことを厭わない。あいつ、無茶するからな。あんたもそうでしょ。まさにルイトモってやつね。あら、みんな同じでしょ。あ、何がよ。ブレイブ・ベスペリアは面倒なことになっても結局ほっておけないものな。みんなほっとけない病だからな。はい、だからフレンもほっとけないんです。うんうん、そうそう。じゃあ、ほっとけないから無茶しに行きましょう。黙ってて悪かったのじゃ。正直かなり驚いたわ。っていうか今でも信じがたいわ、あんたがあのアイフリードだなんて。確かにアイフリードに関する情報は少ないけど、おさん、アイフリードはてっきり男だと思ってたわ。セイレーンの牙は外との交渉をサイファーがやっておったからの。奴のことをアイフリードだと思う人も多かったみたいじゃ。あの、パティはブラックホープ号事件の真実を世の中に伝えないんです。ここまで広がった汚名じゃそう簡単に消えるとは思えん。それに。それに、ない？真実はみんなが知っててくれてればそれだけでうちは満足じゃ。じゃあ、俺たちはアイフリードの真実を知る生き証人ってことで責任重大だな。でも、いかにも仲間って感じでいいよね。そういうの嫌いじゃないわ。しょうがないから乗ってあげる。おっさんも混ぜてよ。パティ、改めてこれからもよろしくです。みんなありがとうなのじゃ。サイファー、お前のように心から信頼できる仲間がまたうちにはできたようじゃ。でか、すごい土煙だよ。あれ全部魔物？アスタルが死んで統制を失った反動らしいわ。
大陸中の魔物が殺到しているみたい。本当にあのどこかにフレンがいるんです？多分な。どうすんのよ、まさか全部倒してくつもり？平気なのじゃ、2日ほどあれば全部倒せるのじゃ。多分2日って、そんなのんきな。リタ、例のリタ製デインノモス使えないか？星はみぶっ飛ばすみたいに魔物蹴散らすってか？そうね、精霊の力に指向性を持たせて結界状のフィールドを展開し、魔物だけを排除か。できるはずよ。でもそれは星はみに対するためのものでしょ？けどそれしか何とかする方法を思いつかないよ。今使うか後で使うか悩ましいところじゃの。使わせてくれないか、頼む。私からもお願いします。デインノモスは人を救えるものって信じたいから。そうね、これぐらいバーンとできちゃわないと星はみになんて通用しないわ。そうなら、そうしましょうか。ユーリのアンちゃんがわがまま言うのも珍しいしな。たまには聞いてあげないとね。ったく、茶化すんじゃねえっての。それで具体的にどうするの？魔物が一番集まってるところで起動。これだけ簡単でしょ？簡単だな。おいおい、ねえ、せっかくだからその装置名前つけようよ。リタ製デインノモスじゃあんまりだし。は？あ、まあ好きにすれば。明星一号どう？やめればよかった。まあいいんじゃないか、シンプルで。バウルでも下手に近づくと危険ね。少し離れたところで降りるわ。よし、一丁行くか。状態、あの中に突っ込むんだ。見て、あそこ。フレン、おいおい、相当追い込まれてるぜ。しまったのじゃ。急いだ方が良さそうね。思い切って突っ切りましょう。行くぞ、あぐれるなよ。できたぜ。よっと。手に吹っ飛ばすはいいか、省略タイダルウェイ。
マリスステラと、なんだっけ、マリスゲンマだっけ、何なの？だから大海賊の証なのじゃ。この二つが一つになった時、楽園の扉が開かれるのじゃ。楽園？うわ、嘘くさいわね。あんたら夢を見そうよ。そもそも古今東西そういう楽園の伝説ってのは山ほどあって、どれもこれも眉唾なのよ。眉唾を眉唾じゃなくするのが冒険家たるうちらの使命なのじゃ。ねえねえ、その楽園って何があるの？さあの、どこにあるのよ。さあ何よ、わからないことばっかじゃない。わからないからこそロマンがあるのじゃ。リタネーの求めてる魔導学も同じなのじゃ。答えがはっきり出る魔導学とあるかどうかわからないものを一緒にするな。パティ、リタに何を言っても無駄だよ。あっという間に全滅させる。やっと。無慈悲で名もなき茨の女王、ハイミーラッシュ、ワンブルキャスト、狂気と強欲の水流、戦乱のごとく高まる、思いついたぞ、タイダルウェイブ、行ってくるのじゃ。死の底を廃止、何時の角が地上の敵を打ち砕け、ワイルド変遷が。戦が痛いのじゃ。まだまだ。電線が大将がその身を鬼にして敵を下さる。電線がピッチャー上がり。電線がフリーマイルマスタイチ火炎の帝王、地の底より舞い戻るリアクション、これじゃワイダリスク。もう敵はおらんかの。濡れすぎじゃの。全部ぶっ飛ばす。終わったみたい。
触れすぎじゃのう。一発撃たよ。いざ勝利。ハイダルワイダルいざ勝利。ハイダルワイダルギャンブルキャスト。いざ勝利。ハイダルワイダル派手にぶっ飛ばす。いざ勝利。ハイダルワイ輝いてるのじゃ。Thank you.
団の名にかけて踏みとどまるんだ。これはもうダメなのである。限界なのだ。バカモン、弱音を吐くんじゃない。うおお、しまった。生きてるか、ユーリ。どうしてここに。上官思いの副官に感謝しろよ。ソディアが。そうか。だがこんな状況だ。このままではいつかやられてしまう。切り札は我にありってね。なんだって。こいつを敵の真っ只中でスイッチポン。するとボンってわけだ。敵の中心で。この数だ。簡単じゃないよ。簡単さ、俺とお前がやるんだぜ。あ、わかった。やってみよう。みんな、こいつの起動は俺たちがやる。ここは頼んだぜ。あんたらだけで行く気？無茶でしょ。ここの守りを手薄にするわけにはいかない。ここを守り抜かねば、僕たちが魔物を退ける意味すらなくなるんだ。魔物を倒すためじゃなくて、みんなを守るためだもんね。そういうこと。わかりました。ここは任せてください。うちらは適当に頑張るのじゃ。ありがたい。頑張ってね、二人とも。行くぜ。これならどうだ。やっと。アインストレエムレンガ、マジレンガだ。そこくたばんないように気をつけろよ。心配無用。君こそよそ見してたら足元救われるよ。お前があまりにもいい男だから見とれちまってよ。何バカな冗談も。ほら動揺してる場合じゃねえぞ。動揺なんてしていない。隠すな隠すな。真面目に戦えよ。俺でも真面目だぜ。話しかけられると集中できないんだ。俺話してないと集中できないからな。しょうがねえ。アクサイジン交流レンガ。マトーズレンガ。春煙火弾実戦功。甘いよ。なんなん。腹くくれよ。悪いな。後発水連新戦功マジンク交流連合弾。これで終わりだ。マジン戦が守護法則。まだまだ英語が春煙火弾。ダンクーク戦が次ドイツだ。守護法人戦が猛烈守護法人。じゃあ魔法人炎戦が猛烈守護。高級なる高級の山は闇を見せろ。エンジェンガミストリーク。何の守護法人。悪いな。防犯水連守護法人。交
ガハザン魔神レンガザン聞いてない。レンガレンセンガ紅白水蓮闇を滅せよディバインセンコよっと。電線が軍人剣魔神剣まだまだ剣が猛烈心マジンケン電線が最後の負けだ。ありがとうマジンケン。もう一つこの法人まだまだ電線が猛烈中マシンケン元老弾ヘッドレア電線が瞬炎火山マシンケン電線が瞬炎火山まだまだ攻撃水蓮マシンケン戦が瞬炎火山マシンケン戦が天神ローハーもう一つマシンケン電線がコラハザン戦が火山か水蓮悪いな電線が大丈夫か脇を出るか電線が早くお負けだセラルカツが来いファーストエイド闇を滅せよストリーク電線が保留レンガ弾そこ電線が瞬炎火山いでよ疾風の剣族ミストラルコール線が高級なる彼女に大事だ電線がストリーク線がまだまだイデン神聖なる剣族ルミナンハイイデン今日の剣族ミストラ線がダジョンアピード飛ばしていきますか電線が瞬炎火山腹くくれよ炎狼メスカこれで決めるやめて鮮烈なる刃無限の闇を鋭く切り裂き必ず者をみじんに下す切った残光老炎神大丈夫か天が号令だし天がもう一つ炎戦が炎戦が次どいつだ炎戦が瞬炎火山電線
ンガアオレッチンガオレッチンガオレッマジンガゼンガマジンガラピード大丈夫か大臣のマジンケンマジンケン何のゼンガ春煙火山大丈夫かラピード魔法陣コガ破断魔法陣ゼンガゼンガゴーレッチマジンケンとばしていきますかこれくらいではまだまだアクサイジン使わせてもらうよ聖なる活力来いファーストエイド遠征がマジンケンまだまだハッハッハッ遠征がマジンケンよっと無茶じゃねえか天が使わせてもらうよ天が天剣よっとありがとう使わせてもらうよこれくらいではゼンガ春煙いらっゼンガまだまだコールゼンガ春煙火山マジンケアコースゼンガ春煙火山ゼンガすごいよっと獅子閃光遠征が春煙火山浮気したことがもう一つマジンケンマジンケンマジンケン遠征がもう一つマジンケンこれで終わっさすが騎士団長君も腕上げたね もっと上行けるだろう群れの中心だまだ戦い足りねえけどなこんな時だというのに君は楽しそうだなお前こそ
さあユーリ。おう、クライナー。これで大丈夫。ありがとうございます。エステリーゼ様、あまり無理するなよ。明星一号壊れちまったか。悪いことしたな。うん、コンテナに使ってた素材がもろすぎたみたい。すまない、僕らのために。大丈夫、コアも無事だし修理はできるわ。ただ思った以上に怪我人が多いのじゃ。エステルのおかげでみんな命は取り留めたけど、すぐには動かさない方がいいわね。しばらくここで守り抜くしかないか。それならここを砦にしてしまえばいいんじゃない。お久しぶりね、ユーリ君。ブレイブ・ヴェスペリアの噂聞いてるわよ。手配してた傭兵では十分じゃなかったよね。こちらの不手際で迷惑かけたわ。いえ、ギルドも今混乱しているでしょう。ご助力感謝します。お詫びと言ってはなんだけど、ここの防衛に協力するわ。あんたが戦うってのか。まさか、私は商人よ。まあ見てらっしゃいな。フレン隊長、無事でよかった。ウィチル、何かあったのか。あ、はい。例のアスピオのそばに出現した塔ですが、妙な術式を周囲に展開し始めました。紋章から推測するに、何か力を吸収しているようです。それに合わせてイリキア全土で住民が体調に異変を感じ出しています。吸引体調、それって人間の生命力を吸収してるってことじゃん。デューク、生命は純度の高いマナ、それを攻撃に使うつもり。人間すべての命と引き換えに星ハミを倒すってのはこういうことだったのね。術式は段階的に拡大しています。このまま行くといずれ全世界に効力が及ぶ可能性が。そんな、うだうだしてらんねえな。でも思った通り、このままだと精霊の力が足りないわ。明星一号を修理してもそれだけじゃダメね。あんなすごい威力なのに。星はみの大きさからするとあれの何百倍もの力が必要になるわね。何百倍？そりゃまた。やっぱり最悪相手ともなると途方もない力がいるんじゃの。やっぱコアを精霊に変えるしかないか。待ってくれ、僕らにも分かるよう説明してくれないか。そうだな、ちゃんと話そうと思ってたことだ。ナフレン、ヨーデル殿下やギルドの人間にも聞いてもらいたいんだ。ここに呼べねえか。もうユーリ、皇帝をこんなところに呼びつけようっていうの。君は本当に君のままだね。それでこそユーリなのじゃ。なんだってんだ。わかった。
何とかしてみるよ。その代わりユニオンやパレストラーレンの人たちには君が話をつけてくれ。わかった。ならダングレストとノードポリカね。ああ、またひとっ飛び頼む。